これからやってみたいことを何か新たに挑戦してみたいことってありますでしょうか。やっぱユーザーさんがこういう SaGa シリーズを求めてんだろうなとか、はい、過去のシリーズだったりとかこれからのものだったりとかこういうものを作ってほしいっていうのは、まあ、全然受け止めてますので、なんかそれをどうやったらできるかなって思ってるのと、運営してるロマンシング SaGa ユニバースでいうと、はい、やっぱりそのファンの人たちがどれだけ驚いて喜んでくれるかとか、どうやったらファンの人たちがもっと楽しんでもらえるかとかっていうのを多分4年目も5年目も考えていくだろうと思ってますし、どういうものになったらいいかとかは毎日考えてるんじゃないですかね。あとはそのやっぱ自分が SaGa シリーズのプロデューサーになったからには、なんかこうその資産を残していきたいなと思ってて、ロマンシング SaGa というゲームって知ってます？はい、もちろんやこう世代が交代していくじゃないですか。はい、で多分自分も交代する時期が どっかのタイミングで来ると思ってて、はい、その時にあのプロデューサー結構残したなみたいな感じになりたいんですよ。はあ、なるほど。ロマ SaGa2 ってなんかそういうところないですか？あります。何千年ぐらいかけて、はい、その七英雄っていうのも絶対人間だと勝てない連中を何千年かけて人間に倒すじゃないですか。はい、あれすごい好きで僕、はい、で自分がその SaGa シリーズやったエンペラーズ SaGa 始めた時にもちょっと残ってたんですよ。やっぱ過去の作ってた人たちの資産がちりぢりになってたけど、伊藤健さんがやったアレンジとかのやつとかがその瞬間瞬間聴いていくのも嫌だし、はい、なんかそのオーケストラのライブとかを譜面が残ってたら永遠にできるんですよね。なるほど。そのアレンジをっていう、そのオーケストラアレンジでなんとかさんが作った譜面が残ってれば、はい、オーケストラってものがいたらそのアレンジができるんですよ。はい、だったら自分がそのなんていうんですかね、SaGa シリーズのプロデューサーと名乗ってる間にそれをとにかく増やして、後々の人に、後々の人いつの子、どんだけ先の話なんだよ。本当にロマ SaGa2 の話を聞いてる感覚です今。後々の人にあいつ結構残したなみたいな、マンホールとかもそうなんですけど、はい、残ってると引き継ぐやつが出てくるんですよ多分。私がそうだったように、はい、引き継がれてるしそれを受け止めてますよみたいな、皇帝継承じゃないですけど、はい、皇帝でもないですけど、なんかこう誰か先帝の無念を晴らす人が現れてきた時にあの皇帝結構やってたなみたいな、いろんな人形や技あったなと、結構アバロン城大きくなってたなあいつの代でみたいな感じに慣れてたら、はい、まあいいかなみたいな、そういうことを思ってるんですよ。はいはい、多分ユーザーさんそんなこと考えてると思ってないと思いますけど、いやいやいや、でもユーザーの方もうきっと次の人を選ぶときはカーソルで選んでポーズ決めてほしいなって思ってると思いますよ。パパパってね、ここでもうちょっとねルドン送りにならないように頑張らないといけないんですけど、これからも楽しみにさせていただいておりますし、僕の友人の宮戸が仲良くしてる、はいはい、ペンギンズの信夫のこともこれからもよろしくお願いいたします。信夫さん、はい、本当にリーユニバースには信夫君がお世話になってると聞いておりますのでこれからもちょっと彼の生活もちょっとよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもです。